こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。はい、今回はですね、またまたすごいやばい話が飛び込んできました。やばいの、またやばいの。これからの世界経済は、新型コロナウイルスのせいで、1929年の世界恐慌以来、この100年で最悪の不景気になるということが判明しましたので。判明したの？詳しく解説したいと思います。あの歴史の教科書にも出てきた、おそらく赤色で太文字で書かれていた、あの世界恐慌と同じような経済危機が間もなく訪れるということです。あ、そうなの？このコロナウイルスの感染拡大で、まあ、経済悪くなるとかね、もう相当悪くなるんじゃないか、やばいんじゃないかっていうことはいろんなところでも言われてますし、皆さんもそう思われてると思うんですけども、結果的にはどうやら一番最悪のシナリオで進みそうと、あら、いうことになりました。そしてですね、それを表すかのようにちょっと衝撃的なニュースがありましたので、まずはそちらからご紹介したいと思います。はい、あの日本最大の企業ともいえる、トヨタ自動車がですね、1兆円の融資枠、つまり簡単に言えば借金の枠ですね、の設定を銀行に要請したということです。報道によればですね、トヨタ自動車が三井住友銀行と三菱 UFJ 銀行に対し、まあ、合計1兆円の融資枠を設定するよう要請したことが分かったと。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、まあ、金融市場での資金調達コストが上昇しているためと思われるということですね。なるほどね。1兆円貸してほしいってことですか？いつでも借りれるようにしておいてってこと、うん、今すぐは借りないけど、借りたい時に1兆円はすぐに貸してくれるようにその枠設定しておいてねっていう感じですね。なんかソフトバンクの話とかいろいろ聞いてたら、超っていう言葉があんまり大きく思えないんだけど、1億円が1万個あったらですから、すげえな。まあもちろんですね、トヨタの財務基盤はすごい強いです。そうですね、あの内部留保、つまり手持ちのキャッシュめちゃくちゃあります、下手したらその辺の銀行あるんじゃないかっていう説もあるぐらいいっぱいあります、でさらにとはいえですね、この感染拡大に備えて手元の資金を手厚くしておこうっていう狙いですね。なるほどね。まあ、実際トヨタはですね、世界的な需要の落ち込みを受けて、まあ、自動車は売れないですから、そうですね、自動車買えないですよね、この4月3日からですね、国内で5工場7個の生産ラインの稼働一定期間停止しております、そういうことも受けてですね、いざという時に備えて1兆円も枠を設定したということですね。あ、そう。で実はこのような動きは大企業でもたくさん起こっています。日産とかリクルートとかいろんな企業、大企業も設定してるんですけども、せいぜい数千億円とかなんで、この1兆円っていう金額が巨大なのと、あのトヨタ自動車ということでちょっと衝撃が走ってますね。なるほどね。実際問題としてですね、トヨタはですね、まあ、社員数多いわけですね、世界中に拠点があるわけですから、給料とかこのいろんな工場を動かすとか、工場を動かす費用とか、あと部品とかの支払いで大体1ヶ月に1兆円近いキャッシュはいると言われてます、支払いだけでね。へえ、すごいな、でリーマンショックの時はもう手持ちのキャッシュが一瞬でなくなって、ちょっと経営陣もビビったということで、ちょっとっていう話があるんで、その先手先手を打つっていう意味で今回そのバック設定じゃないかということですね。キャッシュで1兆円いるの、1ヶ月あたり、すごいな、それが巨大な企業ですからね、世界中に拠点がある。そうですね、とはいえ先ほども言いましたけど、トヨタは内部留保、つまり手持ちの資金、手持ちのキャッシュも大量にありますんで、あと何と言ってももう信用がありますよね、トヨタ自動車。あ、そうですね、だから銀行が普通すぐに貸してくれるわけですよ、だってトヨタやから、絶対潰れへんし。そうやね、で、まあ、今言ったように銀行もすぐ貸してくれるんで、手持ちの資金とか資金繰りに困ることはまあ普通考えられないわけですよね、日本一の企業ですね。そうですよね。ですが冒頭でご紹介したように、これからの世界経済は100年に一度くらいの不景気になりそうということで、トヨタはそれをもう読み切ってですね、潤沢な流動資産今持ってるけど、手持ちキャッシュいっぱいあるけど、それでも将来的な経営危機を見込んで先手を打ったということですね。なるほど。
なのでもう一度言いますけど、あの世界のトヨタ自動車がこのような先手を打つくらい、これからの世界経済はとんでもないことになる可能性があるということです。トヨタ今手持ちキャッシュでも何兆円で多分あると思う、はい、それでも1兆円の枠を設定しとかなあかんぐらい今後経済は良くなる見通しっていうのをトヨタはしてるってことですよね。でなんかそんなことしないですから。そうですよね、うん、ということです。では本題に入りますけども、今回のこの話はですね、はい、IMF 国際通貨基金のクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事がした衝撃的な発言が元になっております、うんうん、この、専務理事の発言によるとですね、この新型コロナウイルスの感染拡大による経済の影響は1929年から始まった世界恐慌以来、うん、最悪の経済的打撃を世界は覚悟すべきだと警告しました。うーん、つまり今年の世界経済はあの大恐慌以来最悪のリセッション、不景気、景気後退になるということですね、うんうん、これを、まあ、世界の国際通貨基金のトップは認めたと、うん、発言したということです。なるほど。で実際ですね、この、まあ、コロナウイルスのパンデミックによる経済危機についてはいろんな、ね、厳しくなって見方が出ましたけど、いろいろありましたけども、うん、まあ、この過去1世紀で最悪なものになるということで、ほう、さらに回復には大規模な対応が必要だと発言しておられます。で IMF のですね、この2020年の経済見通しもうちょっと見ていくと、加盟している1180カ国中170カ国で1人当たりの所得は減少し、うん、世界の成長は大幅なマイナスに転じるというふうにしております、うん、なるほど。特に小売とか接客、運輸、観光とか旅行ですね、そういう業界に打撃が大きいと、うん、さらに中小企業や自営業者への影響も深刻だというふうに発言しております、うん、なるほどね。まあこれはもう分かりますよね、うん、見た感じを考えてもそうですし、そうですね、はい。まあ、大企業はさっきのトヨタみたいな大企業はまあいくらでもある意味お金借りれるけど、中小企業とか自営業はねお金借りれないわけですから、そうですね、ということもありますし、さらにですね、この専務理事の発言の続きとしては、アジアとかアフリカ、中南米の新興国市場や低所得国がとりわけ高いリスクを抱えるため早急な支援が必要だと言っております。ただし先進国途上国の区別はなく見通しは厳しい、うん、今回の危機に国境はないと、はい、全員に打撃が及ぶと、かなり突っ込んでいる、すごく警告しておりますね。ここまでがなかなか珍しいぐらい。そうですね、うん、具体的にはですね、加盟国、まあ、80カ国以上の約半数がもう支援を要請していると。だからもう90カ国以上はやばいってことですね。 IMF に支援を求めているということです、うん、で想定される10兆円以上、まあ、約11兆円ぐらいの資金需要に応えるため、この緊急融資制度へのアクセスを2倍に増やすことで理事会も合意したことも明らかにしています、うん、もうすぐにお金、今までの2倍の規模ですぐにお金を貸せるようになっている IMF もそういう体制を整えたということですね、うんうんうん、で IMF はですね、これ最良のシナリオ、うん、一番いいシナリオで流行、このコロナウイルスの流行が今年年内に収束し、うん、感染拡大抑制のための封じ込め措置、つまりまあロックダウンなどですけどね、うん、これを段階的に解除していくことを前提に、それによって経済活動が再開された場合でも、来年に、2021年に部分的な回復が見られるにとどまるとしております、うん。最良のシナリオでも、来年ちょっとだけ回復するっていうことです。っていうシナリオっていうことですね。なるほどね。だ最良のシナリオでも一番いいシナリオでも、世界経済は来年2021年になんとか部分的に回復するに過ぎないって言っているわけですね、うん、でさらにパンデミック続く期間は不透明なため、感染拡大の長期化などで状況さらに悪化することもあるとも指摘しています。と、うん、いうことで、もうすごくやばい話が出てきたということですね。ね、うん、でも IMF が言ってることやしな僕は真に受けてなかったな、全然。お、うん、まあ、もちろんそれもありますけどね、うんうん、だ IMF はその視点で言うと、 IMF が言うってことは IMF はそっちにしたいわけです。そっちにしたい、うん、あということやね、うんうん、なんか最近国際機関信じれなくてそれ WHO のせいですか国連的なやつ信じられなくてうん、まあでもそうするぜっていうよ、ね、宣言とも言う、うん、聞けることもできるし、うん、どう備えたらいいでしょうね、
まあでも、まあ、相当やば思ってたより相当やばくなりそうだということはニュアンスとしても感じるですね、このままじゃあ経済回復していくぞっていうふうに思ってたのがそんなことないからっていうふうに言われた感じだね、まあ言うたら、まあ、通貨の番人である IMF 国際通貨基金が世界恐慌ぐらいになるというふうに見通しを示したということですね。じゃあチャート的にはまだまだ下がるわけやね。今から下がるかもしれないということですね。なるほど。さらに同じ日にですね、世界銀行、まあまた世界機関ですけど、世界銀行はですね、怪しい銀行やね。世界銀行と IMF の上は誰に書いてるんですか。なんでなんで、なんで僕に聞くんですか。なんで言わそうとして誰が言うんですか。言っていいんですか。いや、簡単だね。神尾 TV 結構ボーダーにおるからね。この世界銀行はですね、ウイルス流行によりアフリカですね、アフリカ諸国がなんと25年ぶりに景気後退に陥る恐れがあるという見解を示しています。だからアフリカは今まで、まあ、言うても伸びてたんですけど、 それが突然に途絶えるということですね。というわけでこれが一応表向きに IMF と世界銀行はそういうふうに言ったということですね、はい、だからまあ経済はやはり相当悪くなる、思ってた以上に悪くなる可能性があるということですね。でまあ、これはまあ僕の個人的な予感じゃない、予感というか嫌な予感ですけど、うん、まあ昔はですね、こういう時って戦争を起こして景気を良くしてたんですよ。そうですね。例えばね、さっき言った1929年世界恐慌起こって、うん、その10年後ですよ、1939年から第二次世界大戦始まってますからね。まあ、10年でスパンあるけど、それはあの時代の流れ的に言ったらかなり早い方ですからね、今の時代ってもっと早くはあるかもしれないですけど、まあ、そういうこともあるし、今世界中の中央銀行とか政府がまあお金すりまくってますけど、はい、これ今はいいです。今はもちろん対策として、緊急対策として出すからのはいいけど、後々大問題になってきますよね、そうですね、もう言うたら、言うても借金なわけですから、それどうするのって話になってくるし、例えば FRB もうめちゃくちゃお金ありえへんぐらいすりまくってるから、バランスシート的にもう爆発しようなぐらいになってますけど、これ今はいいけど、じゃあ今後どうするのっていうね、出口戦略はないまま、まあやってるわけです。まあもちろん緊急事態は仕方ないんでしょうけど、後々どうするのと。そうですね。そうだったらみんな、どの国も中央銀行がやばくなったら、結局みんなやっぱ IMF の傘下に入っていくのね、借りるしかない、IMF さんサマーになるよね。だからね、もしかしたら第三次世界大戦っていう道もあるかもしれんし、その後の世界政府っていう道もあるかもしれない。ある、いろんなところから見えてきたということです ね、 お前ね。だから僕はアフターコロナはですね、希望よりも恐怖の方が大きい。そうだねと思ってますね。まあ、これは僕の予感じゃない、妄想です。個人的な意見です。そうですね。ただ歴史的に見ると、何か不景気になったら戦争って起こってるんですよね。なんかちょっと警戒必要じゃないかということです。そうです、ね、はい、はい、では次はですね、今後の世界経済に一番影響を与えるアメリカ経済の現状を見ておきたいと思います。くしくもですね、この IMF の発表があったのと全く同じ日にですね、アメリカでの3月中旬以降の失業者がなんと1700万人になったことが明らかになりました。はい、1700万人、失業者が、失業者、ひどいことだね。すごいことになっておりますね。アメリカ政府が発表した就業統計によると、アメリカでは新たに660万人が失業保険の受給を申請、3月中旬以内に失業した人の数は1700万人となったと。さらに経済学者の人たちはですね、失業率は今月4月には2桁台に達するという予想を出しています。つまり 10% を超えるってことですね。はら、見ております。そのため5月の第1金曜日の発表は要注意ってことですよね。ここですごく大きく、もしかしたら動くかもしれないですよね。だから今までちょっと前までアメリカトランプさんになってから、もうほぼ全員完全雇用ぐらいの、まれに見るとか史上初の、その失業率がもう低かったわけですよね。ね、みんな雇われてるぐらいのやったんですけど、一気に 10% に行くということで、なるほど、すごいことが起こっているということですよね。でさらにですね、アメリカの第一四半期、この1月から3月の GDP はマイナス 28% 以上の落ち込みと予想されています。もう GDP めちゃくちゃ落ちるということですね。マイナス 28% って、ものすごいことよね、それは。だから失業率の急上昇と GDP にありえない落ち込み、これまさに大恐慌の入り口にということですね。まあですね。そういうことになりますね。
でアメリカの GDP の多くはまあ個人消費も大きいので、うん、まあ、アメリカロックダウンとまで行ってないですけども、外出自粛の影響で、まあ、小売レストラン、ホテル、観光、娯楽などがもう一気に営業停止してたりね、さらにそれに伴って大量解雇も発生しております。はい。で実際アメリカの、まあ、アメリカの事情で言うと、多くの人たちはですね、あんまりこういう緊急事態の備えがないんですよね、うんうん、まあ、アメリカの人の方のなんていうかな、風習文化として、あんまりこういざという時のために貯金しておくというよりは、うん、っていうのは、まあ、日本はどっちかね、かってそういう文化ですけど、そういう日本みたいな文化というよりはどっちかというと投資に回してますからね、うん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 、なので、まあ、株が下がったから、そうそう、今回の世界同時株安で応存しているのが現状ということです、ね、なるほど。頼みの資金も株でも応存しているということですね、うん、でアメリカではですね、多くの世帯がかなりの負債、つまり借金を抱えています、まあ、借金大国ですからね、はい、でだから収入が減ったりとか、失業によって収入がなくなると、まあ、住宅ローンとかクレジットカードの支払いとか自動車ローンの支払いができなくなってくるということですね、うん、なのでローンが払えな、ローンとか家賃が払えないとなると、これ金融危機にも発展していきますし、そうですね、またこれは別のコーナー、ちょっと別の動画特集しますけど、そういう動きも出てきてますし、最悪住宅ローンとか払えなくなると家が取り上げられるわけですね、うん、そういう契約になっているので、だ最悪ホームレスになっていくということです、うん、で大失業、つまりたくさんのホームレスが出てくるということで、これ社会不安も広がり、治安なんかも懸念されているということですね、うん、まあ、サムプライムローンの時もありましたけど、そういう動きも出てくるんじゃないかということです。なるほど。なのでね、まあこれ七星さんのニュースチューブでもおっしゃってましたけど、アメリカではその自粛前に銃がめちゃくちゃ売れたと、うんうん、ありえないぐらい売れたっていうのも、やっぱり自分の身輪と自分の財産を守るってアメリカのこの文化があるからですね。なるほど。こういうところも見越されて銃がめちゃくちゃ売れたというのもあるかもしれないということですね。でもちろんですね、このような問題を起こさないためにも、トランプ政権も中央銀行 FRB も対策は次々と出しています、まあ、例えばこれもやっぱり同じ日に出たんですけども、うん、IMF の発言、失業者の発表、この FRB の、政策同意も全く同じ日なんですけど、うんうん、その FRB は、現金不足に直面している中小企業とか、うん、まあ、州とか地方政府の支援を目的とした合計250兆円、日本円でいうと250兆円に上る一連の融資プログラムっていうのを発表しています、うん、だもうめちゃくちゃお金をで支えるということですね。だからそれ自体はいいけど、ね、この250兆円どうするのって、どうすんのよ、ね、うん、どっか出てきたんって話ですからね、吸ったわけですから、そうですね、うんうん、もちろんその分ドルの価値下がるし、うん、今後どうするのということですね。なるほど。だこれらをトータルで考えつつも、しばらくはね、特にプロの投資家トレーダーとしては、株価とか失業保険の申請件数とか、その他これから出てくるであろうコロナウイルスの感染拡大後のですね、さまざまな経済指標には最大限の注意が必要ということです。なるほど。もちろんね、重要な発表があり次第、この神尾 TV とか、神尾寮公式メディアでもすぐにお伝えしたいと思います、うん。では最後にちょっとあと3つだけですね、世界の経済、株価や FX に影響を与えたニュースがありますので、ご紹介しておきたいと思います、はい。まず1つ目はですね、投資の世界でですね、3月に大問題になっていた12兆ドル、うん、約1300兆円のマージンコール、うん、だから信用取引の応召ですね、うんうん、が大問題になっていました、はい。そのため、その決済のために大量のドルが必要というわけで、もう急激なドル不足が起こってたと、うんうん、どうなるねんって話になってたんですけど、これはですね、 FRB とか G7 が強調してすぐに市場に大量の資金を供給したんで、急激なドル不足とか、まあ、資金繰り悪化も なくなんとか3月末を超え、期限の3月末を超え、4月に入ってから一段落しております。 なるほど。なんでこれはなんとか解消されるんですね。なんで FRB がすぐに一番最初に大量のお金出すのは、このマージンコールの問題を解決するためですね、うんうん、裏向きにはね、表向きは経済対策って言ってますけど、裏はこの投資家たちを助けるためということです、うん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 、で実際ですね、 FRB はいろんな政策出し、まあ、これまたちょっと別の動画でありますけど、いろんな政策出してます。結構投資家を助けてます。うん、ヘッジファンドを助けてますね。うん、だから結構表向きには国民のためと言ってますけど、一部投資家をめちゃくちゃ助けてるっていう裏話をまたしようかな。なるほど。 FRB 特集ですね。はい、やって FRB の闇を暴いていこうか。いやいや、まあ、それもまあええことじゃないですか。投資家助けるのも大事じゃないですか。うんね、次2つ目、うん、アメリカ大統領選挙ですけども、これ選挙戦そのものがですね、コロナウイルスの感染拡大防止 のために行われてないわけですよね。んコロナウイルスの感染拡大
集会とか開いたらあ、ね、あそうですね、もうそういうのやってできてないわけですね、うん、つまり短期決戦になるわけですよ、うん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 、つまりなので民主党のバイデンさんはめっちゃ不利ってことです。ああほんまやね、うん、知名度的にはトランプさんもう一度見にしてるけど、バイデンはこれから政策を訴えていかなきゃいけない期間が短くなるんで、うんうん、まあ単に言って不利ってことですね。そうですね。さらにですね、戦時下の現職大統領は必ず勝つっていうのがアメリカの大統領選挙です、うんうん、まあ今現在もちろん戦争状態じゃないけど、まさにコロナウイルスと戦っているっていう意味で、ある意味ウイルス戦争ってね呼ばれてますから、そうですね、今のところトランプさんの勝利の可能性が高いということですね、うん、こんなね途中でバトンタッチされても困りますよね、新しい大統領も。まあでもやりたいでしょ、民主党やりたいけどね、うんうん、やりたいけど、うん、できひんでしょただしトランプ大統領にとってはですね、この6月に実はある大問題が出てきます、うん、それを乗り越えられるかがちょっと今一つの焦点となっています。6月ね、前からちょこちょこ言ってますけども、トランプさんはですね自分の財務内容、うん、バランスシートっていうものを公開してないんですよ、うんうん、自分のだから資産ですね、こんな資産ありますよっていうのをこれ公開しなあかんのですけど、してないんですね、うん、でそれをで裁判が起こされてて、その判決が6月に出るんです。うーん、だそれ次第でちょっとやばいことなのかもしれないってことですね。じゃあもう公開しなさいよってもし裁判所命令出たら公開して、うんうん、でもう普通だったらいいわけですよね。でも普通だったら公開してるよ、なんかちょっと秘密主義ね見せたくない何かやばいのがあるか普通公開しないわけですよね。はあ、どんなことがあるんやろね。まあ、公開してから公開を楽しみにしておきましょうか。まあだから今最高裁まで行ってるんですけど、まあ基本裁判官ってあの大統領とかが選ぶから基本負けないんですけど、うん、そのまあまだ詳しくありますけど、どうやら最高裁判所の一番偉い人がねすごい正義の人なんで。あ、そうなんだ。もしかしたらトランプさんに買うかもしれないって今一応言われてて、それによったら9人かな、9人か5対4に勝つはずだったら4対5で負けるかもしれないってことで、うん、ちょっとトランプさんがやばいっていう話が出てきております。で、この、それで、でね、開示して、もし何かめっちゃやばいことがあったら、まあ、やめるとかね、やめさせられるとかなったとしたらですね、これ、ペンス副大統領がアメリカ大統領になるわけですよ。ほう。で、11月の大統領選でも戦うわけですけど、もうそう、ペンスさん武闘派なんでね。ほんまやね。そうなるとさっき言った世界恐慌以降の戦争シナリオっていうのがなんかほんまになりそうで、ね、さらに怖いことなんで。ダメやで、それダメやで、一番ダメなシナリオやで。あ、なるかもしれん。なんかね、そんな、なんかうまいこと全部こう、ね、なんかそっちに集約されてるような気もしなくもなくもないということですけど、うん、まあこれ妄想ですけども。はい。はい。ということです。なるほど。で、次3つ目なんですけども、はい、不動産価格の暴落に注意せよということですね。ほう。一般的に言えば、まあこれあくまで教科書的な話なんですけれども、大体株価に半年遅れて不動産価格は下落すると言われています。うんうん、だから今株価大暴落しましたけど、今からだからその暴落半年後に不動産価格にも影響出てくるっていうのはまあ一般論なんですね、うんうん。で、だから不動産価格暴落するかもしれない。特にですね、商業用の不動産扱ってるリートとかは特にやばいかなと言われております。あ、なるほど。まあ、例えばですね、アメリカでも、まあ、日本でもそうですし、まあ、アメリカで例えばニューヨークの大都市マンハッタンとかね、うん、日本で大都市東京とかそうですけど、うん、外出自粛要請で、うん、まあ、テレワークとかリモートワークっていうを導入している企業増えてますよね、うん、企業の経営者はですね、これまで、まあ、東京もマンハッタンも家賃めちゃくちゃ高いわけですよ、うん、そこで高いオフィスの家賃払ったわけですけど、先ほどこの動画の冒頭でも言ってるように、世界が不況になっていくとも目に見えてるんで、うん、まあ、経費は削減しないとダメとなる。そうですね。そうなったらもう在宅ワークでも行けるやんってことがだんだん分かってきたとしたら、もう極論別に東京とかマンハッタンにオフィスなくてもいいわけですよね、うんうんうん、もっと安いとこでもいいし、ほんまや、在宅ワーク進めたらもっと小さいオフィスでもいいわけだから、うんうん、で、もし本当に世界恐慌並みの不況になるとしたら、もう家賃なんか払ってられないんで、経費削減のためにそういうところ手放しますよね、うん、そうですね。となると不動産価格暴落する可能性があるということですね。なので商業用不動産リートとかはかなり暴落するんじゃないかっていう、一応専門家の予想も出ているということです、うんうんうん、なんかちょっと注意が必要ということですね、うん、不動産もちょっとやばいかもしれないと。なるほど、うん、まあ、特にその大都市とかのところはね、うんうんうん、商業オフィスとかやばいかもしれないということですね、うん、注意しないとダメですね、はい、うん、というわけでですね、今回はこれからの世界経済は新型コロナウイルスのせいで、1929年世界恐慌以来、この100年で最悪の不景気である可能性が出てきたと、うん、まあ、歴史の教科書にも出てきた赤色の太文字で書かれていたあの世界恐慌と同じような経済危機が間もなく訪れるかもしれないということですね、うんうん、そしてそれを表すかのように、あの日本
最大の企業であるトヨタ自動車が1兆円の融資枠、つまり簡単に言えば借金 の設定を要請したりとか、現時点ではアメリカ、現時点でもアメリカでは1700万人が失業していて、 GDP もありえない落ち込みが予想されているというような、いろんなところでちょっと出てきたという感じです。はい、というわけでちょっとやばいことになってくるんで、まあね、つなぎがあかんというわけですけども、まあなんか神尾 TV ずっとやばいやばい言い続けたけど、今が一番なんか真実味があるね。なんかすんげー気を持った、あ、なりました。えらい時代生まれてきたな。なんかもうズーンってなりました、ね、僕らはあるちょっとね、人生楽しいんだから、ある程度ね、ご主様で。でもそれを乗り越えた後見れるのはこっちの世代から、ね、俺らはもう見られへんかもしれない。そうですね、もちろんたとえ世界恐慌な世界になったとしても豊かに幸せに生きていく方法はもちろんあります。ああ、そうだ、そういうことです。そして僕たちはそのやり方を知ってますし、まあ、僕ではこの20年間ずっとやり続けてきました、そのあたりのお金の稼ぎ方とか、まあ、投資のやり方とかですね、あと副業とかビジネスのやり方などなども今後この神尾 TV では力を入れてやっていきたいなと思っています。まさにこんな時代でもあなたに幸せなお金持ちになってもらうためにいろんな、ね、番組やっていきたいなと思っておりますので、そうですね、早くやりましょう。ついにゆいちゃんもいらっしゃる。希望の話をしましょう。全然大丈夫なんで ね、はいはい、じゃあ一応希望の話しておくと、アメリカで人口あたり一番億万長者が生まれたのは1929年ですからね。そうですね、1929年世界恐慌の時に全体は大ダメージ食らったけど、その時人口比で見た一番億万長者が誕生しています。つまりピンチはチャンスっていう言葉通り、大不況になった時には新しいビジネスとか投資のチャンスっていうことですからね、つまり このアフターコロナの後すごいチャンスもあるってことです。そこをピンチと見るのかチャンスと見るのかの視点の違いによっても全然チャンスあるということです。そうですね、だから全然大丈夫、希望を持っていただいて大丈夫です、はい、今からやで。だから神尾 TV 見続けていただければ大丈夫です。暗い話多いけど、あのビジネスと投資のコーナーも充実させていくと思われるんで、そうですね。夏からあ、もう今すぐやりましょう、今すぐ。OK。 というわけで引き続きこのコーナーでもね、この辺の最新情報もお伝えしていきます。さらにまた何か緊急なことが起これば、日本株や FX などの大暴落につながるような超ヤバい動きが少しでも出てくれば、すぐに神尾旅行式メールの中で緊急速報を出したいと思いますので、まだの方はぜひ登録しておいてください。お願いします。説明欄の方にあります。ではですね、今後も、世界経済の動きとか、個別企業の動きとか、株価の動きとか、いろんなニュースを今後もお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録の方お願いいたします。メルマガも登録お願いします。この動画を見てもらえた方は、ぜひ応援の意味を込めて、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。僕たちのやる気につながります。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めて、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきまして、ありがとうございました。